こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。これはもう基礎中の基礎なんですけど、アクセント移動ってやつです。楽器のもう打楽器全般のもうとにかく表現力が増えるということと、もうとにかくこう、最初に丁寧に練習しておかないとあんまり身につかない。なんとなくできてる人ってすごく多いんですけど、すごくこれをちゃんと練習しておかないと、こうコントラストっていうか表現力がものすごく狭まってしまうので、これをやっておきます。ただ最初に、一番最初に僕の先生やらせる先生で、これ最初にやると結構くじける人が多いです。なので僕は1年間はやらせないですね。楽器に慣れてない人にやらせると、もうこれをやるだけでもうすごく身構えちゃって面白くなくなっちゃう。ただこれ早い段階でできると、もう楽器がなくても、例えばもう本当に練習パッド1つでも、こういう表現力、こうもういきなりリズムが作れちゃうので、1つの楽器で表現力がものすごく増えるので、これをやっておくといいと思います。まずは4つのストローク、これはもうどんなね、もう他の人にもたくさんやってるので、他の人の YouTube も見てもらってもいいかなと思うんですけど、フルストロークっていうのは高い位置から高い位置へ、これね、90度以上っていうふうに僕は教えてます。で、ダウンストロークっていうよりも先にこのタップストロークを覚えましょう。これは低い位置から、低い位置から。僕は、30度ぐらい。菅沼道場では7センチって教えられました。7センチ以上上げたら殴るみたいな。なんで殴られないかんねん。要は、高い位置から叩くとアクセントがついて、低い位置から叩くと音量がちっちゃくなるでしょうっていうことですね。これを練習します。なのでフルストロークとタップストローク、これは今のところ90度と、30度、30度と10センチぐらいいっちゃうかな、もうちょっといっちゃうかも。できれば10センチ以内ぐらいのイメージで叩いてもらって、ここをしっかり分けたい。ただこれは相対的なものなので、これとこれがフルストロークで、これがタップストロークになることはあります。なのでどちらでもいいんですけど、まず最初に2種類で叩き分け、でこれをつなぐために今やったダウンストロークっていうのとアップストロークっていうのがあります。これは90度から叩いて、ここで止めるということですね。よくなりがちなのはギュッと握りしめちゃうと、これ音割れちゃうので、叩いて下でスッてすくってあげるみたいなイメージですね。で、アップストローク、これがすごい人為的で、ここから落として、このままグッてこう指で上に上げてあげるっていう形ですね。これがすごい大事です。で、これを片手ずつでやっていきます。そうすると、足はこのここに書いたんですが、2分音符で足を踏んでみてください。これここで、これだから16で書いてもいいんだけど、そうするともうなんかごちゃごちゃになっちゃうので、8分音符でイン2で書いてます。こういう感じでね、イン2で書く。イン2って2分の2拍子なので、1 e エンダー、2 e エンダー、3 e エンダー、4 e エンダーで考えます。で、もうめちゃくちゃゆっくりで、ダウンタップタップアップ、ダウンタップタップアップ、このアップが大事ね。ダウンタップタップアップ、ダウンタップタップアップ、ダウンタップタップ、アップの時に言わないと、これはダウンタップタップタップ、ダウンタップタップ、ギリギリになってから上げると音が割れちゃいます。なのでダウンタップタップアップ、式と似てるのね。ワンツースリー、次に大きい時にもう早く振りかぶっておかないと、次大きくするよっていうのが見えないと、次大きい音出せないわけですよ。だから前もって準備できるっていう、その場になってから大きい音出そうとするとダメで、一個手前に必ず準備できるっていう練習なんですね。で、この1番はさほど難しくないですが、2番が難しいです。足のところにアクセントが来なくて、アクセントがずれちゃいます。ダップダウンタップタップアップダウンタップ、結構最初の1個目はいいんだけど、アップダウンタップタップアップダウンタップ、足がアクセントについていく人が多いです。で、それがアップダウンタップタップアップダウンタップタップダウンタップ、まあ他の動画でも言ってるんですけど、これ僕いつも、イメージするといいよ、家にあるかな、足で踏んだらこうペコって開くゴミ箱、アップダウンタップタップ、それをイメージするとってほとんどの人ができるので、やってみてください。アップダウンタップタップダウンタップ、次はタップアップダウンタップ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 、次4番タップタップアップダウンタップタップアップダウン、これダウンの後にバスドラだからね。タップタップアップダウンで足
シンコペーションしちゃうっていうか、こう一個手前に足踏んじゃいがち。ワップアップアップダウン、タップタップアップダウン、タップタップアップダウン。ここに書いてある通りに叩いてください。これ、ね、まず片手の練習でした。次は両手にします。足は同じように、これと上と同じように考えてください。これ上の段が右手です。下の段が左手で考えます。そうするとまず右手をやるのね、この両手の場合は。そうするとダウンアップ、ダウンアップ、ダウンアップ、ダウンアップになります。でこの間にダウンタップアップタップ、ダウンタップアップ、左手のタップが全部埋まる感じ。ダウンタップアップタップ、ダウンタップアップタップ、ダウンタップアップタップ、ダウンタップアップタップ。で次が、2番よりも3番の方がグルーピングしやすいので、先3番いきます。3番は、アップダウンがさっきのこの2番と一緒で、アップのところ、最初にアップが来るんで、このゴミ箱の方式。アップダウン、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 アップダウン。これがこういう練習をしてない人はどうなるかと、もうぎっこんばっこん言うでしょ。もう前もって上に上げておくと落とすだけでいいから、そのガクガクしないし、音もすごく滑らかになります。でこれ練習してないとどうなるかと、こうなるか、こうなるか、どこがアクセントかよくわかんない。要はちっちゃいのはしっかり低く、アクセントはしっかり高いとこから落とす、その間を練習します。でダウンの時に握りしめない、こう握りしめずに落として下で添えて手で止めてあげてるだけ。アクセントっていうのは力を握り込むんじゃなくて、大事なのはアップストロークで上げとくと、あとは落とすだけっていうのと、こうなっちゃう人が多いです。なので、同じ音色で音量を変える、これが大事ね。で次2番です。ここら辺でみんなかなり難航します。タップダウン、タップアップ、タップダウン、タップアップ、タップダウン、タップアップですが、これなかなかできないで、どうするかというと、先に足と左手だけ練習します。そうすると足ダウンアップ、足ダウンアップ、このアップが大事ね。足ダウンアップ、足ダウンアップ、足ダウンアップ、足で右手入れる。足ダウンアップ、ダウン、アップ、アップ、これがやっぱりここで上がらずに、ここでギリギリで上げちゃって音がガチガチになっちゃう人が多いです。タップダウン、タップアップ、タップダウン、タップアップ、もうタップダウン、タップ上げておけば、あと落とすだけね。で音量が変わるでしょ。でこの逆もここに足を入れて、4番は足アップダウン、足アップダウン、足アップダウン、タップアップ、タ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 ップダウンという練習です。でこれを順番にやっていきます。ダウン、タップアップ、タップ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 、4回やったらクラッシュするっていうところを、メトロもテンポ100で、100の半分ね、四分音符100で考えると、2回ずつやります。じゃあまず1番からいきます。でダウン、タップアップ、できる人は右足、両足というのやってみましょう。ワン、ツー、シー、フォー。ダウン、タップ、アップ、タップ、ダウン、タップ、アップ、タップ、ダウン、タップ、アップ、タップ、ダウン、タップ、アップ、タップ。もう一回。ダウン、タップ、アップ、タップ、ダウン、タップ、アップ、タップ、ダウン、タップ、アップ、タップ、ダウン、タップ、アップ、タップ。じゃあ倍で。ワン、ツー、シー、フォー。ダウン。はい、次2番いきます。ワン、ツー、シー、フォー。タップ、ダン、タップ、アップ、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 せーの。タップ、ダン、タップ、アップ、タップ、ダン、タップ、アップ、タップ、ダン、タップ、アップ、タップ、ダン、タップ、アップ。じゃあ倍で、せーの。はい、3番いきます。せーの。アップタップダウン、タップアップタップダウン、タップアップタップ、ツー
フォー。タップ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 。バイデー。4番。One, two, three, four. Tap, 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 down. Tap, 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 down. Tap, 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 down. Tap, 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 down. Two, three, four. Tap, 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 down. Tap, 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 down. Tap, 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 down. Tap, 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 down. Bye there. Tap. はい、それでは組み合わせをやっていきます。この1番と2番目のアクセントを交互にやっていくんですが、これ6番が一番簡単です。6、5、4、3、2、1と難しくなります。なので、先に1番ちょっと時間かけてやってしまうので、これこっちからね、こっちからやると楽です。6とか5とか4は結構簡単です。気をつけるポイントがすごく少ないので、で1番だけめちゃくちゃ難しいです。でなので1番だけ4回ずつやるといいんじゃないかなという、これ2回2回でやってるでしょ、だけどこれ4回ずつやるといいかな。そうするとダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンタップタップアップ、こうここでダウンタップアップタップダウンタップタップアップ、タップとアップがひっくり返ります。ここがね、ここがひっくり返るのね。でタップダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンアップタップ、ここでひっくり返ります。タップとアップがひっくり返るんですね。このひっくり返る感じがひっくり返ってるのかどうか分かんなくなるので、3回やって1回ひっくり返ると分かりやすいのね。だから1番だけめっちゃ難しいので、これで練習してくれるといいかなと思います。まず最初はダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンタップタップアップ、ここまでね。でここからタップダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンアップタップ、ここでひっくり返る。このひっくり返る4小節のここで一回止まってみるといいかなと思います。で、できたらメトロノームに合わせて続けてみましょう。せーの。ダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンタップタップアップタップダウン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 タップアップダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウン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 タップ、これです。これができたらこの1番のこっちに、せーの、ダウンタップアップタップダウンタップタップアップタップダウンタップアップタップダウンアップタップダウンタップアップタップダウンタップタップアップタップダウンタップアップタップダウンアップタップ、これです。慣れてきた場合にします。2、3、4。でこれができたらこの手を、上げてるところの角度を変えるだけ。お、しっかり上がってるかどうか、上がってこれをここでこうやっていくと結構当たるので、上がってから落とす場所の方向を変えてる感じだから、絶対ここを経由するイメージで叩くとうまくいきます。はい、これができたら今度はシンバルに行きます。シンバルはクラッシュするとうるさいので、練習としてはこうライド叩きで上から叩きでいいと思います。でこの時に足がついていきます。右足はアクセントについていきます。左足は2-4刻めたら最高です。2-4。はい、という具合にですね、この組み合わせを2番3番4番でやっていくといいと思うんです。はい、2番ですね。2番は右手だけが変化します。ダウンアップダウンタップアップダウンアップ、フル、このフルとアップストロークに気をつけてればこれはうまくできます。ダウンアップダウンタップアップダウンアップ、フルダウンタップダウンタップアップダウンアップ、これですね。で3番は、ここのタップタップっていうのと、ここのアップフル、このフル、ここですね。ここがダウンタップアップタップダウンタップ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 アップタップダウンタップアップアップダウンダウン、タ
タップアップアップダウンダウンのとこがちょっと難しいですね。ここ練習してタップダウンタップアップタップダウンタップタップアップタップダウンタップアップタップダウンアップ。ここが最後アップになるのが難しいです。ここがポイントですね。でここから辺から簡単です。これは右手左手だけやると。最後のフルがちょっと難しいかな。で6番は入れ替えがほぼほぼないので、アップタップダウンタップ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 という具合に入れ替えがないので非常に便利です。ということをゆっくりやって、スネアのアクセント、タム移動、シンバル移動っていうのをやっていただければいいかなと思います。それでは、頑張ってこの辺練習、これだけできるだけでもね、いろんなソロが。ハイハット踏み方違うけど。こういうソロができるようになります。なので、頑張って練習してみてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。